はい、占い館ルーチェトムです。今日もですね、見た時点から24時間有効占い3択の方ですね、やっていきたいと思います。これはね、もう時間朝昼晩関係なく、その見た時点から24時間有効のね占いになりますので、どうぞ直感で選んでみてください。それではスタートします。それでは今日も左から A、 真ん中 B、 そして一番右側 C となります。どうぞ直感でお選びください。よろしいでしょうか。それでは本日 A を選んだ皆さん、オープン。お、ザ・デビルね、悪魔の、これは逆位置が出ましたね、うん、悪魔の逆位置はね、悪魔のね、逆位置ってタロットカードって悪い悪いと思ってるかもしれないんですけどね、このカードに関してはね、逆位置の方がいいんですよ。悪魔の逆位置、まずね、悪魔のカードのキーワードは呪縛という意味のね、意味があります。大きいねキーワード。そして本日これ逆位置で出てますので、心の中の悪魔と戦う、そういう意味になります。さっきちょっと説明したんですけど、正位置で出てる時はね、心の中のね悪魔に負けるというね、負けちゃう前提なので、ね、逆位置で出てる場合はね、まだまだ負けてないんですよ。まだまだね、本人が戦える力がある、そんなカードなんでね、悪くないんですね。そうね、今日これがね出た皆さんにね、開運アドバイスをするとすれば、今日はね、自分の心を信じて進んでね、ください。ね、周りに惑わされないでね、変な誘惑があった場合も、しっかりと自分で判断すること。でね、なんかね、自分でちょっとね、これは怪しいなと思った場合は、ね、物理的にね、距離を置くこともね、大切ですね。もちろん、ね、自分が良い方向に進むためには、ね、今日は、まあ今日だけじゃないんだけど、特に今日は悪口やいじめとかね、そういうものへの加担、ね、強く厳禁ですよ。強く厳禁。なんでね、またもっと大きく言っちゃうとね、法や倫理に触れそうな行為はやらないこと。そして自分自身に都合の良い言い訳もやめてくださいね。それでは次に真ん中 B オープン。じゃん、ね、ジャスティスの正位置が出ましたね。ジャスティス、これはね、正義のカードね、このカード自身にね、バランスという意味がありますね、そして今日 B を選んだ皆さん、正位置で出ておりますので、感情を挟まないね、冷静な対応、そんな意味がありますね。今日はね、バランスが、全体的なバランス、いろいろなもののバランスが取れている、そんな一日ですね。ですが、さらに開運アドバイスをすると、ね、そうね、今日はね、さっきも言いましたけどね、感情で判断しないでね、事実関係に基づいていろいろなものをね、見つめていってください。さらにね、そうだな、いろいろね、今ね、トラブルとか問題に直面してる人はね、一度問題をね、しっかりとね、整理する必要がありますね。ね、これからどうしたらよいかね、建設的に考えて、またね、これもね、そう、モラルにね、反するような行いはね、厳禁ですよ。まあ、モラルに反する、ね、行いはね、まあ、常に厳禁ですが、特にまた厳禁ですね。なんといってもジャスティス、今日はね、正義のカードなんでね、よろしくお願いします。さあ最後に C を選んだ皆さん、おっと、オープン。カメラが倒れると思ってね、インジャでね、インジャの正位置が出ました。このカードはね、カード自身にはね、探求という意味がありますね。探求。そして今日 C を選んだ皆さん、正位置で出ておりますので、
理想を追い求める、そういうような意味が正位置のカードにはあります。さあこちらもね、開運アドバイス入れるとしたらね、そうね、まあ、まずね、今のね状況はね、そうだな、現状維持の運気なんだよね。だからね、現状維持の運気って良くないかと、ね、思うかもしれないけども、考え方変えるとね、アップダウンの少ないね穏やかな状況とかね、そういう意味にも取れるね。良くも悪くもね変化がないのよ。こんな時はね、これ探求というカードなんだけどね、さっきのキーワード、いろんなものをね学ぶ時だね。人との交流をね比較的控えてね、一人になっていろんなもの、自分の好きなものだったり興味があるもの、そういうものをね追求する日に使うと、これね開運方向に向かいますよ。そんな感じでした。はい、本日の結果はどうだったでしょうか。よろしければ参考にしてですね、良い一日を、そして良い24時間をですね過ごしていただければと思っております。またですね、占い館ルーチェの方は多くのですね個性豊かな占い師さんの方がね揃っておりますので、よかったらホームページの方よりですね、鑑定の方もできますので、よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。